で、これって脊柱管狭窄症とか、座骨神経痛の症状とも似てるんで、座骨神経痛とかの、その痺れとかと被りやすいから、早く見つけた方がいいんですよ。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、3件以上の整骨院、整体院、整形外科に通っても痛みが全く改善していない、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善しようというですね、動画になっていますので、ぜひね、見てください。松田さん。はい。勘違いしてるぞとか。びっくりだ。勘違い。俺に言ってんのかと思った。何を勘違いしてんのかと思った。はいはい。ちょっと。間違えてるぞみたいな、はいはい、間違えやすい症状だったり病気、間違えやすい症状、はい、ってあったりしますか？あるけどね、いっぱいある、いっぱいある、あの、はいはいはい、結構あのいろんなものを見つけてきたっていう結構自信があって、はい、痛みだと思ったら内科疾患だったとか、痛みだと思ったらこうだったみたいなことよくあってて、はい、よくあるのが痛みだと思ったら病気だったみたいなことはよくある、はいはいはい、結構いろんな症状である。逆になんかこんな症状で困ってて全然改善しないなと思ったらこんなんでしたとかっていう、この症状出してもらったら、はい、逆に何でも。座骨神経痛で。座骨神経好きだね。皆さん大好きなんで。僕も好きですけど。いや、好きっておかしいけどね。座骨神経痛か。座骨神経痛だったら、これは結構覚えてるなぁ。患者さんとかでありましたね。何やと思います？例えば座骨神経痛で足が痺れてました。はい。足の裏が痺れてますみたいな。はいはいはい。あるじゃないですか。足の裏痺れますって。座骨神経痛みたいでねって言われてきて、いや、ちょっとこれ、一回ちょっと、ここ受診してもらっていいですかみたいな。はい。言って、ああ、先生、そうでした。みたいなことがありましたね。なんやと思う。骨が折れまくってた。そもそもね、折れてそうな場所ではあるけど。折れて、整形外科的じゃないとこじゃない。やっぱ内科的なとこが多くて。内科なんで、今回で言うと、血管ですね。血管の病気あったりしました。結構知らない人も多いよね。脳梗塞。ああ、悪くないですね。足が痺れて、それも全然ありますね。確かに足が痺れてます。で、なんかなって言ったらもう麻痺してて、これって脊椎から来てるかな、脊柱管狭窄症からかなとか思ってバーって見てたら、ラクナ梗塞って言って。初めて聞きます。ラクナ梗塞っていうのはちっちゃい梗塞のことで、でっかい動脈が詰まっちゃうと、いろんなところが行かなくなるんですけど、ちっちゃい血管に詰まっちゃうと、ちょっとした領域だけ麻痺が起きちゃうみたいなのがあるんですよ。そういうのがラクナ梗塞。で、それで足の筋肉が動かなくって、とか、親指が動かなかったんですよ、その人ね。はいはい、親指だけ動かなくって、なんかこの辺が痺れてますみたいな。ああ、それよく調べたらそうでしたとか。で、今回俺、結構ね、重篤化してくるし、早く見つけないと逆に悪化しちゃうというか、足切断しないといけないとかがある病気があって、はい、これが何かっていうと、ASO って言いますね。ASO。ASO。何ですかこれ。足。違う。その時点で違う。足違う。A だから、絶対わかんないです。絶対わかんないですね。これは、ASO、閉塞性動脈硬化症って言いまして、なんか聞いたことないですか？閉塞性動脈硬化症。ないか。そっちの方だと、なんとなく。なんとなくね、タバコ吸ったりとかする人に多いやつで、いわゆる閉塞する。動脈って血液を運ぶ、酸素とか栄養素を運ぶのが動脈。で、逆に言うと、末梢にある血液の中の不純物じゃないけど、使った後の、筋肉使った後のカスだったりとか、二酸化炭素を運んでくる静脈ってあるんでね。で、この動脈が酸素運んでるじゃないですか。これが硬くなっちゃう。で、閉塞する。いわゆる血がいかなくなっちゃうっていう状態を作っちゃうのが、この閉塞性動脈硬化症って。いわゆる血管が硬くなっちゃって、血管の壁、壁があるんですよ。この壁自体が硬くなっちゃって、血液の循環悪くなっちゃうこと。詰まっちゃったりとかするのが閉塞性動脈硬化症。例えば、正座した後って足痺れるじゃないですか。はい。あの状況って結局血液が、膝の裏の血液が正座によって圧迫されてて、この先が血液がいかなくなるから、足の先が痺れてますって状態じゃないですか。あれとまあ原理は一緒で、いわゆるこの血管自体が硬くなっちゃうことによって血のいわゆる行くのが悪くなってしまって痺れてますって状態。だから足が痺れてますって言うと変わんないんですよ、こうやって。ずっと痺れてるみたいな感じですか？ずっと痺れてる。だから結構ね、脊柱管狭窄症からの足の痺れと思ってたら、で、いろいろ治療するけど全然改善しなかったりとかした人で、ちょっとこれ検査があるんで、検査してみたら、あ、これちょっと
っと、そうかもなと思って、血管の内科の方行ってもらって、あ、うん、そうだねって、検査したらそうだかもねってなって、その治療が始まったって人もいました。で、これ閉塞性動脈硬化症って最悪、血液循環悪くなっちゃって、切断になるんですよ。だから、切断とかなっちゃったら、足がないとかなっちゃうでしょ。だから、早く治療しないといけなくって、早く見つけないといけないんだけど、これが見つかってなくって、ほんとただの痺れ、座骨神経痛だと思ってましたみたいな。一番悪い人だと、座骨神経痛とか、脊柱管狭窄症ってなって、脊柱管狭窄症とかヘルニアの手術して、腰の方をめっちゃ手術しまくったんだけど、全然改善せんかった、どうしようって言って、そっちの方だったみたいな人もいます。松田さんはなんで、分かったんですか、うん、これ検査法があってね、まあ、簡単に言うと、脈、ドクンドクンって拍動がなくなっちゃうんですよ。はい、弱くなっちゃう。で、この拍動をチェックするんですけど、脛骨脈って言ってね、ここの内側のところに動脈触れるポイントがあるんですよ。はい、内くるぶしとかかとの間ぐらいのところ、こう触ると。ここの部分で脈を感じないといけないけど、脈感じなかったりとか、あとはこの側肺動脈って言って、ここにも動脈があるんで、ここでもドックンドックンっていうのは感じなかったり、で、いうのがあったりしますね。で、脈とか見ても拍動がすごい少ない。で、左右差があるんで、大体。右と左で、あ、左右差があるねってなってきて、プラスアルファは血の色も悪いんですよ。足が白くなってる状態だったりとか、爪が栄養素が行きにくいと、爪自体がなんかカピカピになってくるというか、爪って栄養状態を示すって聞いたことないですか？あ、わかりますね。だから爪見た時にもうなんかもうカピカピになってて、なんか白くなってるみたいな状態とかなってると、あ、これちょっとってやっぱなったりとか、あとはちょっとこっちの手でしますけど、血液がしっかり拍動してると、親指今赤いじゃないですか、はい、これ押すと白くなるでしょ、はい、白くなって離すと赤くなるじゃないですか、すぐ、はい、ってことはこれ今これ血液が通らないように押してます。で、これを離した瞬間赤くなるってことは、血液がしっかり離した後にビュッて流れてるってことでね、はい、だから血液循環いいよねみたいな状態で押して、離した時のこの赤くなるスピードとか見たりするんですよ。で、これ見た時にもう押した後に白いまんまで徐々にとかなると、血液の循環悪いじゃないですか、はい、あ、ってなるとちょっとこれ動脈硬化症の可能性あるなとかって検査できるので、んー、ちょっと一回じゃあ見てもらっていいですかっていうとあったりしますね。血液の循環の問題だから、血液の循環を悪くしてみて、回復度合い見てみたり、拍動がどうなのかって確認をしてみたりとか、あと血の色が左右差がないかだったりとか見てみたりとかしてみると、結構左右差があって、ちょっとこれ血液の問題じゃないかなみたいな、はい、だから痺れっていうものが何か起きるかっていったら、大体神経か筋肉か、血液って大体この3つぐらいになってくるんで、ってなったら筋肉ほぐしても全然改善しないで、神経の圧迫を解除しても改善しない、ここって私たちの分野じゃないですか、神経とか筋肉のところにアプローチする。でもこれでも改善しない場合であれば、血管に関しては内科なんで、私たちの分野じゃないから、一回他の総合病院だったりとか受診してもらって、そこから検査してもらって、で大丈夫であれば神経か筋肉みたいになるんで、またもっと治療深いところまでやってみようみたいなね、別の視点で見てみようっていう風になるかなと。なんでちょっとね、足の裏のしびれとかで長く続く、でタバコ吸ってる方でしびれ方が24時間しびれるとか、運動した時とかにすぐに疲れたりとか痛みが出てくるとか、しびれが強くなる、結局運動すると血液循環良くなるじゃないですか。あ、血液循環を回さないといけないけど、血液が回りにくいんで、動くとしびれが強くなるとかもやっぱあります。で、これって脊柱管狭窄症とか座骨神経痛の症状とも似てるんで、あ、脊柱管狭窄症による動いた後に痛いんだなっていうのと、座骨神経痛とかのそのしびれとかと被りやすいから、あーって整形疾患で治療してると、あ、ASO だったみたいな方はいらっしゃいますかね。なかなか見つけるのも難しそうですね。うん、でも何でしょうね、血液の循環とかを見てみたりとかっていう視点を入れるだけで全然違うかなと思いますね。治療家の方とかでもそうだし、患者さんとかでもやっぱ治療家でもやっぱ知らない方も結構多いんで、ASO って何っていう人の方が多いと思うから、そこはやっぱり知識をこちら患者さん側が持っとくのはすごく私個人としては大事かなって気がしますね。そういう感じですけど大丈夫ですか？はい、なかなか怖いですね。怖い、まああんまないけど、やっぱ結構ちょっとこれに関しては取り返しがつかないというか、切断も可能性としてあるから早く見つけた方がいいんですよ。薬だったりとかで維持できたりとか、悪化しないようにできたりするけど、知らなかったらどんどん悪化していくんで、で本当最悪、あー、これ手術だねってなって、足切断とかなったらたまったもんじゃないじゃないですか。なんで早く見つけてほしいなとは思いますね。まあ座骨神経痛だと思ったら ASO とかってことはあるかもしれないんで、血液循環、あとはタバコ吸ってる方とかで、あと筋
肉とかほぐしても全く変わんない、運動した後とか動いた後とかに足のしびれがひどくなる、こんな人はちょっと気をつけた方がいいかも、その視点も入れた方がいいかなと思いますので、ぜひこちらの方頭入れながら、まあその視点で根本解決、ね、できるようにやってみてください。ただやっぱりね、この根本的にどこに治療しないといけないかだったりとかって分かんないじゃないですか。でうちとかだとテンプレートでやってる MSM メソッドってやつがありまして、まあ、いわゆるモビリティスタビリティムーブメントって言って、戻りがないようにやっていく、ね、座骨神経痛とかであれば緩めるだけで改善しない、やっぱこれ鍛えていかないといけません。この運動療法って世界的にもスタンダードな痛みの治療になってきてます。まあ、このね運動療法を取り入れてるっていうのがうちの MSM メソッド、モビリティスタビリティムーブメント、緩めて鍛えていく、そして整えていく。で MSM メソッド自体は私は全国で整体院フッカーってやらせてもらってますので、その中で実践することできますし、実際試すことができますので、ぜひねしっかり根本的に解決したいって人であれば、概要欄の方にフッカーの全国のですね店舗の情報を貼っておきますので、そちらの方をぜひチェックしてもらって、ぜひお問い合わせしてみてください。はい、あとですね、今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと高評価コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひねそちらの方もアウトプットよろしくお願いします。では今日はここで終わっていきましょう。今日も動画ご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。